はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。ヒューマニティというゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、前にヒューマニティのデモバージョンで少し遊んだことありまして、今回、ちょっと仕事前なんで少しだけちょっとおさらいプレイをしていきたいと思います。まずストーリーからやっていきましょう。 To begin with 柴犬が主人公です。ある朝、目が覚めると私は犬だった。これいいですよね。頭の中で声が響いた。やあ、おはよう。君の目覚めを待っていたよ。早速だが、君に使命を与えよう。なんかミッションインポッシブルみたいなノリですね、なんかね。はい。彼らを光へと導くんだ。これは人間ですね。普通に。お、移動とジャンプ。Lスティックで操作してください。X を押すとジャンプできます。調べる。カメラを操作する。Lスティックで回転。十字キー上下でズームイン、ズームアウトができます。こういうことで。おー、これも結構いい絵を撮ると結構こうやっていいですね。ジャンプ。結構高く飛ぶぞこれ。頭の中で声が響いた。さあ天に向かって吠えてごらん。そして彼らをあの光へと導くんだ。おう、ターン。人々が歩く方向を指定し導くことができます。 X をしながら導きたい方向に L スティックを倒し、そのままボタンを離すことで設置することができます。要はこれ矢印を置くわけですよね。で、人々がこのまま行くと落っこっちゃうんで、ちょっと見ますか。人々が落ちても、これミスにならないんですよね。ここがこのゲームいいってことですよね。いかなる失敗も失敗にならない。これ自分、個人的な問題なんですよね。別にミスにならない。だけどミスにならないけど、こうやってどんどん落っこっちゃうんで、これもシュールなんですけど、で、ここで方向キーを押すと、こう設置。で、ここでさらにこう、こう。で、ここでゴールに導くと。だこういうことができるんですよ。こうやってちょっと周り見してもいいんだよ。こう、あれ。こうやって、まずこういうことをしていいと。まあ、これ今テストでやってますからね、こうやってね。いくらでも設置できるし、いくらでもこう置けると。同じこと言ってる。人々は光の柱に吸い込まれ、はるか上空に消えていった。これがこのゲームのルールですね。これがゴールです。ある程度人々が店員に行くとステージクリア。こういうちょっとね、シュールですよ、これね。いい感じですよね。で、次がクリア。次へ。To be with。ゴールディスター。まあ、チュートリアルですね。これはなんだよっていう話ですね。ゴールディスター。黄金に輝く像が宙に浮いていた。あそこに見えるのはゴールディ。なぜか人間たちはあのゴールディが大好きなんだ。人間たちと一緒にゴールディを光まで導くことをお勧めするよ。そのために君は新しい力を得ることだろう。でね、このゴールディっていう存在が、まあ、ちょっとね、人は、なんだろう、アクセントがありまして、人々はこうやっていくらでも増殖するんですけど、ゴールディはこれ単体だけなんですよ。で、その、スコアポイントとして、なんだろう、人が落ちた数とか全然関係ないんですけど、このゴールディだけ回収するっていうポイントがありまして、これが、その、プラスになるのかな、要するに。だから、うまくゴールディを、誘導しないと、ゴーリーだけは誘導しないと、再生しないんでね。だからこれだけはちょっとね、難易度がちょっとわかんないですよね。こうやって誘って、で、ゴーリー、こうしこうか。で、ゴーリーはこっちに移動する。ゴーリーも多分一緒に、こう、移動するんじゃないかって。移動しないな。あ、こっちだね。で、これ登れないんだ。
怒ってる怒ってる、これみんな怒ってる。こうだ、こっちだ。あれ人ってこれ、あ、あれどういう流れなのこれ。上に、あ、ジャンプ、え、どうすんのこれ。上がりなくない？ちょっと待って、ちょっとどうなってんのこれ。渋滞してる渋滞してる。人がどんどん押してるよ。あれこれどうやって上に上がれないかな。あ、え、え、え、こうか。え、でも人をどうやってジャンプするの？ちょっと落ち着いてください。あ、待った。先にあれだ、ここのハテナ行かなきゃダメなのか。インフォメーション調べる。表面に突起のある壁は人々が登ることができる。これらに読まなきゃいけなかったのかな、もしかして。これそうすると、いやよ、上に上がんないよこれ。どんどん人が落ちてる。これあれ上に上がんない。ちょっと一回待てよ。どんどん押してるよ。これ一回だな。一回こうして、こうして、リセットしよう。で、こう来て、どうしてこれ上に上がんないのかな。これすくことができる。あれこれ高さが高すぎるとダメだってことかな、もしかして。そういうことか。突起物だからやっぱりちょっと無理があるのか。こうするのか、こうか。徐々、これは、あ、これ車線がないと登れないのね。なるほどなるほどなるほど、分かった分かった。でこれでゴーリーと一緒にゴールするのか。で落ちてきて、あ、なるほど。でこれで押されていくと。人々が触れるとゴーリーが地上に降り立ち、彼らと共に歩み始めた。あ、ゴールディは人々に押されないと移動しないんだ。歩かないんだ。で、歩き始めて方向キーを押すことによって誘導できるのかな。ちょっとこれはまた先やってからわからないですね。これゴールディの存在の説明でしたね。プロローグ。次へ。ゴールディリワード。ゴールディを集めることで様々なリワードを選べるようになりました。ゴールディリワード、リワーズメニューからリワードの一覧や進捗状況を見ることができます。なるほど。次。ネクストステップ。ネクストステップ。おお、なんかだんだん高くなってきたな、これ。ゴーリーがあそこにいる。まず、ちょっと、待って、どういう状況？頭の中で声が響いた。彼らの消滅に君が心を痛める必要はない。うん。ちょっと痛むけどね。たとえ肉体が滅びても彼らの魂は不変だからね。あ、そういうことね。なるほど、なるほど。じゃあ別に何もしなくてもいいんじゃないかっていうことは言っちゃいけませんよ。彼らすぐに再生し、またあの扉から会えるというわけさ。なるほど。で、ここに、調べる。飛び降りることのできる高さ。人々が無事に飛び降りることができる高さは2、ブロック2段まで、2段分までです。なるほど。2段ね。それ以上高さから落ちた人々は消滅します。消滅した人々の魂はすぐに再生され、再び光の扉から現れますということですね。2段まで。ってことはですよ。でもさ、ゴールディいるから、あ、こういうことか。ちょっと全体像見た方がいいですね。あ、ゴールディが2人いる。これうまく誘導しないと、押されて、操作が間に合わなくなっちゃうから、先にゴールディを案内しようか。まずね、ゴーリーを一緒にするから、こうしといて、こう。で、ここでゴーリーが誘導する、待って、インフォメーションがある。読もう。リトライ。ゴーリーが落下してしまったときや、人々の水袋で失敗したときは、ミニーがリトライを選択すると、最初からやり直すことができます。これね、リトライしてもペナルティーないんでね、もう存分にリトライできます。で、ここでゴーリーがこっち歩くから、一応方向しましょうか、念のため。こっち。こっち。で、これでさ、まっすぐ行かず。人々が落ちようはちょっと気にしないのか。え、ワンちゃん、柴犬も2段しか上がれないみたいな、これ。2段が基本ですね。覚えておこう。ジャンプも2段。人々が無事に降りても証明しないのが2段。こっちにあるのってなんか気になるな。なんだろう、これ。このルート。あ、3段は消滅したからダメなんだ、このルートは。あ、難しい、これ。人々が、高さが、限界が2段までなんですよ。
今のルートだとこれ3段3段行っちゃってるからこれダメだ、消滅しちゃう。だからあえてやっぱここに下に1回受けなきゃいけない。こうしてだから降りたところでこっちに行かなきゃいけない。これ消さなきゃいけないこのルート。あ、ゴールディどうすんのこれ、難しくないか。一回消すか、全部消そう。ゴールディは単体じゃ動かないですよね。人々に押されて予約動くので、人々を待て待て、難しいぞこれ木が邪魔してる。こうしてこうしてこうし、うん、ちょこうしてでこうしてこうかで降りて、でこの下は多分3段あるからダメ。その下のゴールディどうすんのこれ。ゴールディ無視してもいいんだけど、やっぱリワードちょっと欲しいじゃないですか、報酬が。でこうしてここまで来たらこっちに移動して、でゴールディで合流する、また合流する、これ消す、合流する、でゴールディこっち行く、でこうか、でこっち行く、これで多分合ってるはず。復習しようか、ちょっと下見します、自分で確かめます。人々はもうどん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 押して、まあね、消滅してます。そう、3段の高さあるんでね、これはね消滅したんですよね。でここでちょっとね、こう左に置けば救われる。あ、こっちはダメなんだ、上から直さなきゃいけない。上からだからこれ意味ないわ。これこうす、消す、これ消す、降りてこっち行って、こっちでこっち行って、で降りたらこっち行って、でもっておっと、わあ大丈夫で、すぐにこっち行く。これミスがないのがいいですよね。死んじゃった、ゲームオーバーになっちゃったというストレスがないのがね、すごいやりやすい。ただこのゴーリーを導くだったらちょっと難易度が跳ね上がる面白いですねこれね。よし、これで良さそうだ。じゃあ人々を案内しましょう。ね、待ってくださいね、2段しか上がれないから、こうだ、こっから、また下の準備ができてない。人が降りたらこう行かなきゃいけないな、こっちに行かなきゃいけない、でこっち行って、これだ、これ消さなきゃいけない。あ、いや間違えた、こうだ、こうだ、でここまで来た、降りたらここに越さなきゃいけない、でここだよな、で行きます、こうです、でここでちょっと降りてく、ついていこうかな、降りてく、で多分大丈夫なはずなんですよちょっと怖いけど、でここで曲がる、で曲がる、曲がる、でここで2人でも合流と合流さり、合流するために一回ちょっと、そう、こっちこっちこっちまで来る。ここで多分ね、ま、これまっすぐ行けばいいはず。でね、こう来るでしょ。来るでしょ。で、こっち曲がる。大丈夫だよな。曲がって、で、ここのゴーリーと合流させます。合流させて、いいよ。で、ここで右に曲がって、で、そう、こっちこっちこっち。で、こっち。そうそうそう。あ、合ってんな。オッケー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 。問題ない。こういう感じですね。ここまでアップできる。このね、カメラ操作によってね、こう見る人がね、結構激、いい感じで見えるんでね。あ、いいね、この絵。ここでいいはず。で、天に召される。オッケー、これでオッケーですね。よしよしよし。これでステージクリア。一定数人々が天に行くと、ステージクリアですね。よし。ファーストフォワード。時間の流れを加速する能力を得ました。おー、アルツボタンでゲーム中に時間を早くにすることができます。あ、これデモになかったですね。あ、これいいわ。だってずっと流れ待ってるのも結構ね、大変ですからね。OK。ネクストステップ。スイッチヒッター。なんだろう、これ。どういうこと？ちょっとインフォメーションがあるか見えるか。スイッチヒッターってどういうこと？
あとちょっとチュートリアルなんでね、はい、スイッチを起動する。スイッチの上に一定数の人々が乗るとステージで何か起こります。その効果はスイッチの上に人々が乗っている間だけ持続します。あ、壁が消えるのね。何かが起こるかわかんないな。今回はどういうことなんだろう。ちょっと誘導してみようか。はいはいはい。ここにね、クリアケースみたいな壁がありますよね、ここね。これがあると、間にゴールできないから、それをなんとかしなきゃいけないな。で、ゴーリーが2人ははは、これのホースだ、これ。壁を消さなきゃいけないんだよね。で、人々の流れが切れないから、まあ多分、こう、ルートをうまくすれば、まあ、壁を消せることができると。ゴーリーの近くまでは行っていいかな。こうするか。こうして。とりあえず少しずつやってみましょうか。こうする。これ押させる。あ、待った。ここやばい。こうしとくか。こうして一回ゴーリーを手前に止めとこう。で、これ壁消えるんですよ、こうやって。これは証明すると。これがスイッチヒッターですね。ここでこう、ゴーリー誘う。で、これ、3段あるんだ。登れないな。いや、登れるのか。登ることは3段でも大丈夫か。いや、待ってよ。ちょっとね、この間が気になるな。3段が登れなかったのかな。いや、わかんない。でも登れたらこれゴールだもんな。この、あ、そうだ。この、2人目のゴーリーを誘わなきゃいけないんだ。ってことはですよ。置いていこうか。まずここで合流して、置いて、曲がって、登る。で、ここで、合流するんでしょ。こうか。こうして、ここで曲がる。で、入る。入ったらすぐに降りる。で、似たでも合流。これ、サンド登れるのかな？登れる前提なんだろうな。落っこっちゃうのは2段以上、3段だと死んでしまう、消滅したんですけど、登る分は大丈夫なのかな。これでいいはず。だこれで今、1本、こうして、こうするのかな。あ、なんか間違ってる。違う。難しいな。あ、また。あ、行ってないね。よしよし、ゴーリーのとこ行ってない。でもゴールしたの、これ。あと、ゴールした。ちょっと待った。ゴールしちゃいけない。ゴールしちゃったらいけない。あ、まだ、行っちゃった、だ。ゴール行っちゃダメだ。これもゴールしちゃいけない。これ登れんのかな？ちょっと登るかどうか様子見ようかな。あ、登るのは大丈夫ですよ、3段ね。で、そこ案内してないから多分、また落っこってきちゃうでしょ。焦る。ゴールとか行ってないだろうな。行ってない。突き止めた。あ、忙しいゲームだ。ここで向き変えれば多分ゴーリーとかいけるんだけど、ちょっとそれは置いとこう。一回、こう、下を降りて、左、上、右行って、今度、下行って、右行って、で、右行って、ここ下に行かなきゃいけないんだね。下行って、右行って、上行って、これ消す。で、ここだ。ここで上に登って、登らせて、あ、これでいいんだ。これでいいはず。ちょっとやってみましょうか。これを消せば大丈夫。よいしょ。実はそのまま行くんでね。ちょっとついていこうか。で、ゴーリーと合流。で、上登ります。登る。登って。で、下に降りる。で、ここだと入る。私も入る。で、入ってきて。こうか。入ってくる。こう引いた方がいいか。で、右、左行って、下行って、ゴーリーと合流。で、これ上行く。ちょっと足上行くか。2段しかジャンプ展開で、ちょっと、こうやって回んなきゃダメだ。お、登ってきた。お、うまくいったんじゃないですか、これ。うまくいったんじゃないんですか、これ。オッケー。こういう感じです。よし。よろしい。なかなか焦りますね。よし、どうも。すごい中で。
よし。で、フリーロックカメラ。ステージを全て水分まで把握する能力を得ました。三角ボタンでステージを自由に見回すことができます。あ、これいいですね。これ止ま、時を止めて見れるのかな、これ。ちょっと次の、あー、なるほどね。三角ボタンを押し、止め、で、止めてるか。ちょっとやってみようか。さあ、また、プロローグです。ジャンプスタート。お腹広くなってきたな。君に新たな力を与えよう。なんだこれ。ジャンプ、人々を天高く跳躍させる。あれに触れると君に新しい力が備わる。新たなアイテムがいる。新たなアイテムは近づいて資格を獲得できます。ん？なんか意味深だな。ジャンプ。どうやって使うんだこれ。今三角を押した、あ、これはフリーロッカー。なるほどね。こうやっていろいろ見ることができるんだ。こうやって止めてね。だから、なんだろう、パズルをね、組み立てるときも結構役立つかもしれませんね、これね。焦らずに済むという。ていうか、2箇所から出てきてないか、これ。2箇所から出てきてる。え、これ、どうして出てきてんだ、これ。ジャンプってどうやって使うんだろう、これか。アイテムを選択する。R1、L1 により使用するアイテムを切り替えることができます。なるほど。こういうことか。そう、ジャンプボタンを動くとこでくるか。ああ、はい。だから、お、合流してる。なんか来たぞ、これ。なんだこれ。面白いな、この構図。おー、みんなどこ行くんだ。あ、落っこってきてるよ、ちょっと。試しジャンプボタン置いてみようかな、これ。ジャンプ。おー、弾けてる。なんだこれは。面白いなこれ。だからそのジャンプを利用して、なんだろう、飛び越えさせることができるわけですね。じゃあまずゴールディの様子見ようか。一体ここにいるな。こう、あれ、ちょっと操作が難しい。こうかで回転、どうやって行けばいいんだこれ。あ、ジャンプさして、あ、このね、人々は、このね、ちょっと難しいな、寄れない。この壁に斜線がないとね、ジャンプできないんですよ、これ。だから、ジャンプスタートっていうのがあるわけね。つまり、あ、こっちだ。ここでジャンプさして、で、合流する。で、ゴールがどこだっけ？そこか。ここに向けて、あ、マジだ。こうして向けて、しかもジャンプさせて一箇所これで OK で、もう一箇所ね、こっちから来る、こっちから来る人々か。ここもちょっと気をつけないとね。あ、ここで、これジャンプさせる、ここでジャンプさせて、で、ここからこれで大丈夫だ。で、ゴーリー一人だけ、どっかいない、利用者はないな、一体だけだ。これ大丈夫ね。だからここから、左から来る人は、この、私が上向きにすれば、こうやってジャンプしてまっすぐ行くだけ。で、右から来る人は、あ、落ちた。右から来る人は、あ、落ちた。あ、これでもね、いいよね。これ左向けて、出れば大丈夫だ。だこれでもさ、あれですよね。同時やんないとまずいから、あ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。ゴーリー一人しかいないから。ゴーリー二人いた場合は、ちょっと同時にやんないと、時間差だと、ちょっと半、なんだろう、取ったっていう判定してくれないかもしれないんで、そこを押しといて、待って待って、間違えた。こうか。こう。行くぞ。で、ここでさらに行こうか。はい。これでいいはず。そう、ジャンプして、ジャンプして。あれ、ちょっと待った。ゴーリーが、待った。おー、ちょっと失敗しちゃう。ゴーリーが取れたかじゃ。ちょっと待って。ここでもジャンプさせなきゃダメなんか。なんてこった。こうか。こういうことか。まだそれで、ここを消さないと、ゴーリーが消滅しちゃう。
難しいこれなるほど、こういうことなんですね。今焦った、気づいてよかった。これ多分ステージクリアでしょ。あれちょっと待って、向こうにも行けな、送んなきゃダメなんだこれ。うわもう本当ですかこれ。ってことは、え、ちょっと待ってください。これこうしちゃえばいいのかな。わかった。ここにいる人たちはこうしてジャンプさせて、また、こうしてこうかこうすればいいか。こうすればこうさせてないね。こう両方に行くんじゃないか。あ、でここで登らせなきゃいけないんだ。こうか、あ、ここでさえジャンプか。難しいな。こうか両方に送んなきゃいけないんだ。これうまくできてるな。すごいシュール多分これで大丈夫ですよ。これでほら、あ、両方ゴールがある場合は両方にゴールさせなきゃいけないんですねこれね。面白いな。クラウドサーフィングか。雲を、はすごい空中だぞこれ。彼の際に大きな光が立ち上がっていた。あの光の柱へと彼らを導くんだ。君と僕が会えるのはもうすぐだ。え？人間の中にダイブする力を君に与えた。え？彼らの中を伝っていけばこれまで行けなかった場所に行けるようになる。さあやってごらん。どういうこと？ダイブする力？ダイブ、ジャンプ中にもう一度バツを押すと付近の人間の内部にダイブします。ダイブ中にエロスを押すと人間の人々の中を伝って移動することができます。再びバツを押すと外へ抜け出すことができます。ちょっと待って、中途レールの意味が分かんない。ジャンプ中にもう一度置くと人間の内部にダイブします。ダイブ中にそうすると人々を伝って移動することができます。はいはいはい、高速移動できるのね。その瞳のなんかあのわざわざこうなんだろう、ジャンプして迂回しなくて済むってことですよね。こういう高いところも人々の中にダイブしちゃえばこうやって、あ、こうか、こういうことね。これ便利ですね。意味が分かった。でそこにゴールディが一人いる。でこれをこの原子どうしようか。ここで合流させるか。まっすぐ行く。これどうすんの？ 3？ これでも3つ以上下がると人々が消滅してしまったって言ってたよな。難しいだろこれ。これは壁だから水か。つまり OK ってこと大丈夫ってこと。ちょっと難しくなってきましたこれ。しかもゴーディーがもう反対側に一人いるし、ここにこれ難しいぞこれ。でもゴールはここでしょ。ちょっと待って、考えちゃうなこれ。水の中は入れんだよな。これは多分消えないんじゃないかな、このギミックは。考えちゃう。一旦人々をこっちで送って、あ、こっちだ、こう送っとかないとダメってことか。またこれ切っといて、これでもどうなんだろう。あ、待って、これ引く。あ、でもあれか、別に一旦上に行かなくてもいいわけだ。一旦そのダイブ機能を使ってここジャンプさせます。ここジャンプさせます。でここで一旦こうして、こうかこうして、またこうか、逆だ。こうじゃなくてこっち行きたいんだ。一回ここだ。
でこうかこうかでこうか、ここどこまでジャンプするかだよな問題は。あ、届かないんだ。これどうするんだろう。やっぱ上からジャンプさせなきゃダメなんだ。全部リセットだ。難しいですこれね。でこうしといて、ここで一回こうか、こうして、でしかもジャンプさせると、これ人々消費してないかな、それが心配ですね。これ早送りして、どういう結果なんだろう。あ、大丈夫だ、水中はやっぱ大丈夫だ、泳ぐんだ、なるほど。でもこれ踏むとどうなんだろう。どこが消えた今。また、これ登っちゃダメだ。また登ったら終わってしまう。ん、これ反対側からなんか来てますよこれ。あー、ミラー、これ、え、不思議な現象が起きてる。一箇所でこう、え、要するに4箇所で一箇所やればいいのか、これ。なんかミラーみたいになってます、これね。その中でゴーリーを導くっていうの、これ。難しくないか、これ。ですね、ちょっと待ってね、考えよう。うん、みんな落ちてるよね。それはいいんですよね。さあ、じゃあゴールディーをどうするかですね、この問題をね。こう伝ってって、おお、すごい伝ってく、賢い。これまた、またこっちこっち、オッケーオッケー、これいい、これこれいい、これいい。でここでゴールディーをいかにして導くかだよな。同じタイミングで導かないとダメってこと、これ。まずここでマークを置くのは分かったけど、その次をどうするかだよな。あれミラーなのかな。ここでも存在してるんですよね、ここね。だここでジャンプさせるわけね。難しくないか、ここ。いきなりこうジャンプって届くかな。ジャンプして、しかも矢印したいのか、二段ジャンプか、こことジャンプ、ジャンプを置けばいいですね、ここね。ここっちはジャンプ、ジャンプ。あった、こっちだ、こっちだ、こっちだ。私はこっちだ。こっち側のゴーリーは、すごい触り方、これ。こっち、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 こっちの、こっちの人々と、ゴーリーが。でここでは難しいな。いきますよ。みんな中入っててるよね。だここでもこうしといて、でこれを違う、こう切っといて、待って、一箇所で終わらせるでしょうな。こうか、こうしてこう切って、行くぞ。こう、行くぞ。こうだ。急げ、急げ。で、ここで急いで、ここもこう、しといて、これ急ぐぞ。で、ジャンプに切り替えて、で、ここでジャンプさせる、ジャンプさせる。あ、当たった、当たったよね。よしよしよし。どうなんだこれ、全、一人行ったけど。間に合う、これゴーリー間に合うか。間に合ってくれよこれ。あ、いた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 。でここで、あ、ゴーリー落っこちちゃった。あ、落っこってないね、一人入ったよね。これいいんじゃないかな。あれでもゴールが一箇所だけですよね。あれ、なんかステージクリアなんだけど心配。あれ、しばらくなんか忘れてるかな。ここか、これか。
ここで多分4箇所ともゴール行くはず。さてもう1箇所分かんないな。これか。よし、これでいいはず。これで4箇所とも行けるはず。うお難しい。あ、でもゴーリーを先にゴールさせてもいいんだな。今4箇所とも行かせる人々ね、ちゃんと4箇所とも無事ゴールさせる必要があったから焦ることはなかったんだ。なるほど、そういうのも、まあ、戦略の一つか。よし、 OKOKOK。あれからどのくらいの時間が経ったのだろう。まだずっと犬でいるんだこの人。目覚めると私は見知らぬ場所に立っていた。で、元は人間ですこの人ね。お、移動するのか。頭の中で声が響いた。ようやくここまでたどり着いたね。彼らに見覚えがないかい。ちょうどさっきまで君が光へと導いてきた人間たちさ。光の柱に導かれる人間はこの空間に転送されるって仕掛けなんだ。私は声に問いかけた。ここは一体どこなのでしょう。ここは実験室と呼ばれる空間。これからここである実験が始まる。実験？そう、実験さ。そしてこの実験を進めるのは君だ。この世界に点在する人間たちを導き、僕の元へ集めること、それが君の使命。私は声に問いかけた。私は頭の中で語り続けるあなたは一体誰なのでしょう。答えがない。お、いや、やっと会えたね。僕の名前はブルーコア。君を最初に導く者。僕の声には常に耳を傾けておいた方がいい。じゃあ早速実験を始めようか。まずは君の力がどれほどのものか見せてもらおう。ん？なんか出てきましたよ。アウェイクニング。クリアステージ。目の前に像が現れた。これ、最初の、また始まりなんですよね。第一章みたいな。実験地覚醒。なるほどね。これからまた新たなステージが始まるってことか。クロスロードズ。私は新たな場所に立っていた。ここは覚醒の世界。人間に秘められた様々な力を呼び覚まし、彼らを光へと導くんだ。君の導きならきっと人間たちは答えてくれるさ。なんたって彼らみんな君のことが大好きだからね。柴犬だからなってそういうことかな。君に新たな力を与えよう。お、ハイジャンプ。人々をより高く跳躍させる。なるほど、2マス分ぐらい飛ぶのかなこれ。おー、食っちゃった。自分が押してどうする。あ、結構、あ、でも跳躍、あ、ジャンプ、普通のジャンプとハイジャンプが使い分けることができるんだ。ジャンプしすぎちゃうのダメってことなんですよね。なるほど。ということなんですが、今日の配信はここで終わりしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、中途半端なんですけどね。はい。また次回、時間があったら配信したいと思いますので、また一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。